FC 岐阜の風間浩也です。 FC 岐阜の野沢秀幸です。10月14日徳島ヴォルティス戦は FC 岐阜ガールズフェスを開催します。なんとこの試合だけ特別に屋台村にたくさんの美味しいスイーツが登場します。その中から所シェフのフルーツプリンを今から食べたいと思います。美味しそう美味しそうだなめっちゃうまい、うん、うん、うん、あれですね2層になってるんですけど、上がゼリー状で、で下がプリンで、まああのゼリーはすごい甘さ控えめなんですけど、あの下のプリンの濃厚な甘さが相まって非常にいいバランスで美味しいと思います。またこのマスカットの酸味も効きます、効いてますねあ、プリンのこの柔らかい感じと果物が絶妙に合っててすごい美味しい、うん、絶妙に合ってんだ、うん、このバランスはなかなか作れない最高に美味しいですFC 岐阜ガールズフェスではスイーツ以外にもながらジェンパークと題してネイルアートワンポイントメイクも体験できます。ぜひスタジアムに来てね。